はいこれはですねえー、売り物でございましてまあ私はこういったものっていうのはね要するに後世に残りそして後世からまた未来へとつないでいくそういった、えー、い,い,ものといいものといいものとか、まあ、古いもの新しいものに問わず えーまあ、人の心にこう残っていくようなもの、まあ、そういったものを、えー、売り続けていきたいなというふうな、えー、ものに、えー、しびしびそれがより強く感じるんですねでそうするとこうやって物っていうのが寄ってくるものでございまして、えー、それがまた今度はた、まあ、例えばこれはね、まあ、自分が所有してるとは言っても 一,一時的なものであってまあ売れてしまえばもうその人のものになってしまうんですけどもまあ一時的なものにしろ自分の、まあ、完全にコレクションとなっているものもしろえー、まあ人がこれを欲しがるようなものっていうのは、えー、正直言って、まあ、探しとなると一筋縄では行かないわけですねだってそれはでみんながないないないあんまりないものを欲しがるってことは それはみんながある意味同じに思っていることですからね。ですから、えーまあ、それを探してこいっていうのは非常に大変です。でも、まあ、そういった中で、えー、みんなが欲しがるようなものはどういうもんだろうかと思って探して。 でその中でもまあ珍しいやつを探してこいって言うんだからある意味ないもんないものねだりだよねないもの探してこいって言ったのと同じですからまあこんだけある意味難しい商売はないわけですけどもでもそういう中でそれを探し当てた時のまあ喜びというのは非常に嬉しいですし何よりも嬉しいのはそういうものを手にしていただいたお客様が喜んでいただける私は、えー、そういうオークションの売り買いの商売をしている中で それが一番売ってる中でねいいなと思うんですですからまあね私が今の時代ほら Google ググでも何度もね調べられますからそうすると、まあ、申し訳ないんですが、まあ、全部のことをねさすがに調べることはできませんけども、えー、一部分例えばオークションで買ったお客さんがどういうところに、えー、このものが飛んでいくのかとどういうところで運ばれていったのかというとまあ中にはね 何丁目 ?1 丁目とか何,何,何,あの何,何丁目とかつって言ってでもうほらもう,もうそこまで来ると分かんないわけですよそこから先はもう本当にそれこそ近くを配達してる配達のプロ,プロの中のプロ中のプロじゃないと場所が分かんないわけですねでそういったところもあればあるいは郵便局局止めですねまあ局止めにしてあれば えー、そこから当時に来る人がいてでその人が一体どこからやってきたのかっていうのがまあまあ追跡ができないわけですよところがまあある意味その追跡ができないのはある意味いろんな家だとか、えー、会社だとかまあそういったところがなってるもので,でも私が多くオークションに売った品物の中でも えー、個人のうちの人が買ってたこともあるし、えー、個人のうちの中でも、まあ、大きなマンションに住んでる人が買ってったってこともあるしあるいはもう昔ながらの農家のうちというかね大きな大きな農家のうちが買い取ったなってでそうするとその品物が売った品物がある意味そのふさわしい場所というかね えそういったところに運ばれていったんだなっていうのはそれはなんとも不思議な感じでございますしやはりそれは物が、えー、その人を呼んでいったんだと思うんですね。でそこに買われて中には、えー、貿易会社ですね貿易会社の人が例えば売事務所さんだったり、まあ、そういったところがこう買い取ってくれてでそこから船に運ばれてまたどこ,どこぞの国へと 運ばれていくわけですよねでそういったところもお買いになるし、あるいは、えー、でかいまあショッピングモールみたいなね、ああいうところで多分展示されるのか、それともまた、えー、値段を貼り付けて売られていくのか、まだ、まあ、細かいことまでは分かりませんけども、まあ、そういうところまで売られていったというところも中にはございました。でそういったの品物も だから、ある意味ありがたいことですね、私個人が売っている、しかも知的障害者という人間が売ってる品物を正直売って、誰が買うんだろうかと思ったわけですね、自分みたいな知的障害を持っている、抱えている人間が、えー、品物を買う人なんて正直いるんだろうかと。でそしたら、それは一般の人が買っていくし、一般の人が買っていくだけじゃなくて、あの会社の人が買っていったり、中にはだビ,ルビルが建ったりとかね。 えー、ショッピングモールみたいな大会社の人が買っていくということもあって非常にありがた,いか,ありがたかったんだなっていうふうには、えー、思います。 ですからまあそういったものの届いていった育成をまあ今の時代ですから Google の地図かなんかで見ること空港写真かなんかで見ることができるからまあそういったものを見届けてそしてあこのようなこれらの品物はこういうところに飛んでこういうところに運ばれてってでそこから先はどのようにね扱われるのかそれは分かりませんよ。そっから先は まあその人が所有するのかそれとも誰かに頼まれて買われたものかそれともまた,、ね、また誰かに値段をつけて売られていくのかはたまた海外に行くのかまあそこの会社は分かりませんけどもただ、うんうん、そういった人たちが買ってくれたっていうのは非常に嬉しかったしねまあ中にはロシアだとか中国とか、えー、アメリカとかねああいった国々へ渡っていったものもまあありますから。 まあ市場に、えー、私がずっとオークションの方は1,600でしたかな1,600以上売り返して消化が1,600もありますが、まあ、その1,600のうちのおそらくはざっと見て、えー、1,500ぐらいでしょうねそれはもうほとんど売り,売り飛ばしたもんですから。 1,600あるうちに1,500はほとんど売り飛ばしちゃったんでまあそれはもうほとんどそういういろんな人たに買われていったとだからまあそういったところを見るとねあ私も商売をしていてまあよかったなというふうに、えー、思いましてで追跡をするところまで追跡してあとはお願いしあとは、えー、大事にしてくださるのを待つとあの待つじゃん大事にしてくださるのを、まあ、願うというところでございますね だから中にはあの蜂のお皿なんかありましたがあ民宿の、えー、大きな屋敷大きな屋敷のある民宿のねほんとそれこそ高級料理店とか出し,出してる感じのところに買われていきましたね蜂のところなんかはねだからまあやっぱりこういったものはやっぱりそういうところに呼ばれていくんだなっていうのはつくづく、えー、思いましたけどもまあこの手のねマシなものもこれも まあ料亭とかね、えー、まあ料亭とかでまある意味いかなくてもそこまで贅沢なところでいかなくてもまあ小さな町のまあちょっとした食事食事,だ食事どころとかねまあそういったところにもらわれていったらまあありがたいですしまあ何よりも一番喜ぶのはものとして一番喜ぶのはその人買った本人が眺めるだけじゃなくて。 いいろんな人たたちが眺めて見ていただける例えばお店に展示してあればお店の展示品として買えば、えー、いろんな人に見てもらえるだからある意味あの大きな下駄なんかもね飾り用の下駄なんですが、まあ、それを売ったことがありましてでその時はそば屋のお店がですね小さなお店のそば屋が買い取ってでそこのそば屋の主人が、えー、展示で飾ってるようなのを聞,聞いたことがありますね。 ですからまあそういうふうにところにも売られていったからそれはもうものとしては一番嬉しいところだと思います。あとはまあこれは茶碗蒸しですので、えー、これに関,し,のものに関しては誰かが、えー、買ってくれればまあ一番買ってくださってそれをお店なんかで使ってくれればまあ一番いいわけですね。まあ、何もお店だけに買ってくださいってわけじゃないからどういう人が買うお買いなさるかそれはわかりませんので、えー、それこそ個人のうちの人が買って、うん、まあ 家族で、ね、お茶碗を楽しむとかあるいは、まあ、友達に招いて茶碗蒸しを作って、えー、お召し上がりになるなんていうのもねそれもそれでまた人に見せるために良かったなと思うだからある意味こういったものっていうのは人に見せるために生まれてきてそして、えー、人に大事に使ってもらえるために生まれてきたんだというふうに思いますからまあこういったものは 穏えていってよられていくことを私は願うなと改めてまあ感じるわけでございますがえこれに関してはこの木,木というかねこの多分土をこうレンガと同じですね土をこう焼き固めてで作った品物だと思うんですでこれはまあ骨董の方が前に持っていたんですがまあその人の話によると あの昭和の時代からある茶碗蒸しらしくて、えー、まあ物がねもう琴ノのさんもほら物がたくさんになってきたから。 えー、もう時々ちょくちょくちょく整理しないといけないんですね。で整理してまあお店の場合は模様替えをしていかないと、えー、品物がどん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 これは流れていかないから、えー、模様お店のね模様替えしてた時その時にまあ,あのこれはもう店に長年売ってたけどもまあネットに出してくれってことでそれで委託を受けて私やっていますからまあそれで流れてきたものなんですけども。 まあこれは、えー、おそらくは土で焼いた固めて、でその下がもうそれは昭和時代の、えー、ものになると。もうね、明和という時代になりまして、えー、平成という時代すらもう終わってしまいました。そして、平成の時代の中でも2000年の2017年ですかね、2020あ2019年をもって、えー、2000年に入って、 20年で2000年に入って二十年で、えー、2 0年,年に入って19年で平成という時代はある意味こう終わったわけですよね2000年に入ったあの,、えー、の平成ですねで、えー、そのような時代を比べてみてもまあ昭和の、えー、時代といったら今の時代からいったらもう二桁も昔ですね昭和の時代はこの今の明和から数えて平成その平成のさらに前の時代ですから もう少なくとも30年以上、平成はは時代は平成の時代は30年続いたので、30年以上の長いこと、えー、にわたってると。で、本来だだ今の時代ってのはね、古いものをなんかどんどんぶち壊しましょうみたいな、なんかそんな気機になってるってのは非常に悲しいですよね。だったら私は逆に物を壊すというのは、それは簡単ですよ。ね。 物を壊すってのは思いっきり力を投げ飛ばすことで言葉簡単にこだこだになるしね圧力器みたいな圧力プレスみたいのでビシュッとやっ,てはやっちゃ簡単に壊れてしまいます。でも物を壊すのは簡単ですが物を生み出すということはこれは容易なもんじゃないですね。だからこうやっておしゃれされたものを作るというのは 職人さんが魂を込めて、誰かが誰か誰かに,誰に渡るかはそれはわかんないけど、でもどっかの誰かのお客さんに渡って喜んでもらえればいいなと、そういった思いを込めて作っている、ねで。そういった思いを作って込めて売ってるから、物を潰す、壊すのは簡単です。でも物を作るというのは非常に難しいものであると。そうすると、まあ、その中に心を込めて、えー、作りますというのは、並大抵の 気持ちではでできないわけですねですからまあそういった職人さんが作り上げてきたものを壊すというのは非常にこれは残念であるし悲しいことだとだったらものを壊さずにずっと、えー、なな何年何百年下手したら何千年までねある意味その自然と自然にものが壊れるまでね要するに持病が来てしまって自然と形が崩れて壊れるまで 使って欲しいいなというのがありますでこういったものはおそらくはもう昭和時代から今の時代までこうやって丈夫にできていますのでまあ落っことしてしまわない限りはですね、えー、これは、まあ、落っことさない限り不意に落っことして壊してしまわない限りはあのおそらくは50年100年まあ下手したら1,000年ぐらい持つかもしれないですね、えー、ものになのかなと思います。 まあ時代的に言ったらまだ昭和なんで、比較的新しめの時代といえば新しめの時代なんですが、ただ今にはもうないものです、ね。もう平成の時代だって終わってしまったわけだから、ある意味平成のものが欲しいって言ったって、それは今,今の明和の時代になってしまったからは、 ちょっとした贅沢な贅沢なことになってしまいましたそうすると昭和のものを手に入るなんてなおさら贅沢だっていう話になっちゃいますからねでも逆に言えばそういった昭和のものが今現代の明和の時代に変えるというのはある意味で言えば贅沢ですがある意味で言えばこんな幸せなことはないわけですねで、えー、そういったものの中で まあこういった日本を感じる昔の古き良き日本を感じるこういったものが私はいいなと思ったしそういったものをまた日本人に売りたいし、まあ、できれば海外の人アメリカとかイギリスとかフランスイタリアとか、まあ、そういった人たちは、からすればこういった日本のもの茶碗蒸しっていうのはおそらくは日本独特のもので。 えー、フランス、イタリア、イギリスなんて言ったらそういうものはあんまり滅多に見ないと思うんですね。そういう料理も知らないという人も多いと思うんです。で、そういった中でこれは日本の茶碗蒸しですっ,つって、どっかの誰かが持ってってくれれば、まあ買って、買ってくれて持ってってくれれば、これはありがたいわけですよね。で、それがある意味日本の宣伝にもなるわけですよ。ですから今、日本がどん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 日本のものが、えー、時代が新しくなるにつれ、形が新着になってきて、耐久性もめちゃくちゃ弱くて、 ももうう残念ななくらい全体的にもう新弱になっっててきちゃっていますでも、えー、こうやった日本の昭和のものとか平成の初期あたりのもの2000年に入り以前のものっていうのはほとんどが、えー、丈夫なもので、えー、自分で自らの手で壊さない限りは半、えー、永,永久的に使えるというものそして見た目的にも美しいものこういったものっていうのはやっぱり日本人なんだから。 守っていきたいいなというのがあるただ今の日本人は悲しいことにまあそういったものが作れなくなってきてしまっているとまあ一つは物価高ってこともあるしリーマンショック以来景気の悪いことがさらに続いてるからまあいいものを作りたくても作れないというのもある。だけども ある意味、これは矛盾してるかもしれないけど、人が喜ぶものを作ろうというふうに思ったら、そういったものを跳ねのけることができる、跳ねのける力ができるわけですよ。そうすると、そういったものを跳ねのけて、みんなが喜んでくれるようないいものを作るということだってできるわけです。ですから、明和という時代になりましたが、明、えー、和という時代に、やはりこういった昭和のものに負けない、 いいデザインで美しいデザインでいいものを持ってそしてこれが日本人らしいんだというものをこう誇りを持って作れるようなそういったものを作ってほしいなというふうには思います。例えばこういうところのね農民の,みの 土じゃないこういったところもいいですね。今、の土瓶って言いましたけど、土瓶なんかもね、もう今のこの明和の時代では、もうほとんど見かけることがなくなってしまいましたけども、えー、昭和の時代なんかではよく土瓶というのが作られていましてね、ありました。これこそ本当にもう、その料亭とかね、あのお食事どころとか、まあそういったところで使っていただければいいし、あるいはおそば屋さんとかね、うどん屋さんとか、まあそういったところも使っていただければいいかなというふうに思います。 で、この、ちょっと何の花かちょっと分かんないんですかね。おそらく桜の花か、えー、ボタン桜かは分かんないんですけど、まあこういう風に花の絵が描いてあると。まあ昔はね、デザインっつったら花の、花柄のデザインしかあんまりなかったですからね、他のデザインってのはあんまりなかったんですが、まあ今,かに,と今にとってみれば非常に珍しいですよね。で、こういう風になっていて、しっかりとこういう風に。 作り込まれているこれはねいいものだと思いますよ。でこう,いうこういったものにこう茶碗蒸しを作ってね卵で作った茶碗蒸しだとかカニの茶碗蒸しだとかエビの茶碗蒸しだとかあるじゃないですかでそういったものをこういったもので作ってそして、えー、お膳に運ぶと、ね、食欲も変わりますし、えー、季節も楽しんでいただけると、ね、味も食べても美味しいですし こうやって季節を感じることもできるしこの茶碗蒸しという一つの作品の素晴らしさというものを伝えることができるとこれがある意味、えー、我らの日本人の良さだと思うんですねこうやってじっくり見るっていうのはある意味日本人はじっくり見るんだけど海外の人はねもうさっさと食べて <laughs> さっさとしまっちゃうみたいなところがありますからねじゃなくてこういうふうにゆっくりと見て えー、楽し食べ物を楽しみながら物を見るという感じこういうのはやっぱこういう器に盛って食べないとねやっぱりねなんか普通のねプラスチックであるようなものに入れてね食べるとですねまあ寂しく感じるもんでございますねこういうと器一つを違って器一つにこう盛り上げて食べた方がですねやっぱりなんか知らないけど気持ち的にもやっぱり全然違うんですよね スーパーで買ってきました弁当ですっつって弁当のねあの柔らかい作り方してるビニールの作り方してるものの中で器で食べるというのはいいまあそれもそれでいいんだろうけどもなんかそれって寂しいんですよね。でそれに比べてこういう器に持って食べるというのは多少ちょっと器に持って食べるから時間はかかるかもしれません器にものにね。だけどもこういう風なものに食べるというのが一番。 やっぱり心が全然違いますよねあ満足してあのこう裕福になれるというかねだから本当に裕福になりたいと思ったら、えー、ある意味裕福になってお金持ちになりたいと思ったら、まあ、こういったものを使ってみるとそうすることによって、えー、なると、ね、いうことなんですよだって気持ちが裕福にならなければ気持ちがゆとりがなければお金のゆとりなんて生まれませんからね。 気持ちが貧しかったらお金も、<laughs> お金も貧しくなってしまうので、やっぱり気持ちがゆとりを持って行った方いただいた方がお金も増えると。ただお金も持ちすぎるといけませんけどね、お金も持ちすぎるとかえって不幸になるとてこともありますから、ですから、あ,ある程度金を稼いで、ある程度、えー、いいものを買って、そして暮らしていく、平穏に病気なく、ね、 えー、暮らしていければいいかなというふうに思いますけども、まあ、なかなかこれは非常にいい、えー、日本の和というものを感じさせていただける、えー、茶碗蒸しなんじゃないかなと思います裏側はこういうふうに、ね、なっておって非常にきれいに作り込んでいると今の時代にこれがあるってのは本当びっくりなんですけどね まさかこういった上等のものを紹介できるというのは夢にも思いませんでしたけども、えー、こういったものものはある意味ね私でも縁のゆかりもないかななんて思ったこともありましたけどもでもこうやってものが出てくるっていうのはやっぱりこう,こういったものを紹介できるっていうのは素晴らしいなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。